くさん待っててくれてありがとう。嬉しい。こんなに待っててもらえて嬉しいのだ。みんな、お休みなのかな？お休みじゃなくても、明日お休みじゃなくても、メアが、寝れなくていっぱい溜まってるでしょ。そんな時はメアがすっきりさせてあげる。ふふふふふふどうしたの？しいけど、でも今日はすっきりしなくちゃいけないから、部屋がシャンプーしてあげる。でも部屋シャンプーするの初めてなんだけど、大丈夫かな。びちょびちょになっちゃったらごめん。君のいっぱい嗅いでびちょびちょになっちゃったらごめん。じゃあ早速髪を溶かしていこうかな。してあげるね。サラサラだね。溶かしてもらってたの気持ちいいね。いやもう髪の毛君に溶かしてもらいたいな。油断しちゃダメだよ。スパチャありがとう。最後にお話とありがとうにお礼言わせてもらうね。ありがとう。
初めて来てくれる人が多いのかな。嬉しい。ちょっとびっしょりしてきた。それぞれ綺麗に溶けたかな。濡れたのに乾かしちゃう。濡らす方法、ミストじゃなくて他にあった。滑っちゃった。ごめんね。じゃあ濡らしていくよ。よいしょ。シャンプーを泡立てようか。